この動画では不定代名詞の「one」とか「s o m other」とかこういったものの解説をしていきます。というのもそういった不定代名詞の一つ一つの意味は別に難しくないんだけどそれがどういった時にどれを使えばいいのかっていうのがね意外とこんがらがることがあるんですよね。 ただこれが分かると一歩進んだ英語の理解ができますのでぜひこの動画でしっかり理解していきましょうそれでは本題に入る前にこのチャンネルではゼロから分かる高校英文法の解説を通して皆さんの英語学習のサポートをしておりますので英語の勉強頑張るぞという人はチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは早速本題に入っていきましょうはいこの動画ではまず導入で不定代名詞って何っていう話をしますそれから基礎でワンサム h e r などの使い分けを話していきます それから最後応用で理解度チェックということで問題をね複数用意しております。それでは早速導入不定代名詞って何っていうところから見ていきましょう。不定代名詞っていうのは不特定の人や物を指す代名詞です。 例えば固有名詞とかっていうとね、これはもうジョンとかっていうとその人っていうふうにわかるし、ヒーとかっていうと彼だから誰かを指して言ってるわけですよね。だけどそうじゃない不特定の人とかものを指す代名詞のことを不定代名詞っていうんですね。定まらないから不定なんだけど。はい。この動画では、えー、この中でも one other another some とかね、こういったものを扱っていきます。まあそもそもなんでそんなことを、ね、気にしなきゃいけないのかっていうところからお話ししていきます。まずちょっとイメージしてほしいんだけど、 例えばテーブルにリンゴがいくつか置いてあると。それで、ここから一つリンゴを取るんだけど、こういう時に、こういう3通りの言い方ができうるんですね。例えば、I'll take one.I'll take another.I'll take the other。え、この3通りの言い方があるんですね。もちろん、I'll take this apple って言ってもいいんだけど、今回はその不定代名詞に限ってお話しします。じゃあ、どういった時にどれを使えばいいのかっていうことがやっぱ問題になるわけです。 それから、こういう例もあります。複数バージョン。ね、えー、机にいくつかリンゴが置いてあって、えー、その中からいくつか持ってくると。こういう時は、I'll take some.I'll take others.I'll take the others. はい。この3通りがあるんですよ、やっぱり。だから、どういう状況でどれを使えばいいのかっていうのを理解することが大事なんですよ。ということで、今回の授業では、どういった場合にどれを使えばいいのか、そういう話をしていきます。 はい。ということで、基礎編入っていきます、えー。これらの言葉の使い分け、見ていきましょう。まず、ちょっとね、4つ窓を用意してるんだけど、4パターンに、ね、分けて考えていきます。で、左上に着目してください。えー、点がたくさん書いてあるよね。まあ、何でもいいけど、例えば、えー、皆さんのクラスメート全員だと思ってください。左上に書いてある点が、一人一人があなたのクラスメート。それで、えー、あなたは、誰か全く関係ない人に、あなたのクラスメートについて、 お話ししようと思ってるで何人か選んで何人かの人たちはって話し始めたいことあるでしょ例えば私のクラスメートの何人かの人たちはバスケットボールが好きですみたいな。でここ特にね何人って決まってないからね今これ見た目上4人だけどまあ2個以上だと思ってください2人以上だと思ってください。で私のクラスの何人かはバスケットボールが好きですみたいな話するでしょこのじゃあ何人かはって何て言う これはわかる人多いかもしれないね。サムだよね、単純に。サムだけで代名詞だからね。サム、ピーポーみたいな感じで、こう形容詞として使ってもいいけど、今回はサムっていう一言で代名詞っていう、えー、話に限定しています。こういう何人かのことをサムって言うよね。これはいいと思います。で、えー、こういう話の続きを言うとしましょう。私のクラスの何人かはバスケットボールが好きです。 それ以外の人たちはバスケットボールが嫌いです。みたいな。つまり、こういう状況だよね。何人かと言って4人囲いました。で、その後でそれ以外の人たちはということは、その他のクラス全員を選択することになるでしょこういう風にした場合、それ以外の人たちは、これ何て言うかわかるこれね、the others って言うんだね。 ちょっと一旦「へーと思っといてください。これ全体で4つ窓があるでしょで今は左上しかやってません。で全体を見渡しながらやることで分かってくるので今はよく分かんなくてもいいから「へーそうなんだ」と思って僕の話を聞き続けてください。とにかく今のパターン1では私のクラスの何人かはっていう時は「サム」で、えー、それ以外の人たちはっていう時はこれは「the others」って言うんだっていうふうに思ってください。ねへーでいいです。 次こういうパターン考えてみましょう。まあ、全く同じようにあなたのクラスの人たちのことを言うと思ってください。で、さっきと同じように何人か選びます、まず。えー、私たちの、私のクラスの何人かはってさっきと同じだから、これはサムだよね。で、他の人たちを選ぶときにこういう選び方もあり得るでしょその他全員はじゃなくて、何人かはバスケットボールが好きです。また何人かはバレーボールが好きです。 みたいな感じでつまり、漏れがある選び方をすることもあるよね。何人かがバスケットボール好きで、その他みんながバレーボール好きとは限らないでしょどっちも嫌いな人もいるかもしれないし。だから、この漏れが出るパターン、また何人かはっていうときは、これは、こうやって言うんです。o t h e r s って言うんですね。これも一旦、へ、hey、ーでいいです。そうなんだでいいです。ね。漏れが出てる場合は o t h e r s でいいです。 さっき漏れがなかった場合は the others 今回は others 先に進んでいくね次こういうパターン考えてみよういきなりちょっと違うパターンで申し訳ないけどそもそも今頭の中に思い描いてるものが2つしかないパターン例えば皆さんが買い物に行ってなんか2つの服で迷ってるっていうねよくあるよねこの時って考えてるその母体数がさ2でしょ2つしかないよね2つのものを比べてるねどっちがいいかなってで こういうふうに言うでしょ一方はよりかっこいい系だけど、もう一方はかわいい系だな、みたいな、そういう話するじゃないですか。こういうのどう言うかっていうことなんですけど、まず、一方はっていうふうに言うから、ね、その一つ選ぶでしょこれを、ワンって言うんですね。一つはこうだ。こういうときワンって言います。で、もう一方はっていうから、ね、これ選ぶことになるでしょもう一方は。 これなんて言うかわかるこれがね、the other なんですよ。わかりますかこれも一旦閉でいいです。次はね、こういう状況を考えてみましょう。皆さんがこう、スマートフォン買いに行ってて、ほいでスマートフォンって今いろんな種類があるじゃないですか。ね、ギャラクシーとか、えー、まあ、iPhone とか、いろいろあるでしょだいたい2個以上はあるじゃないですか。いろんな種類がね。あと、Google Pixel とかもあるっけとにかく、 一つが iPhone で、一つが Galaxy で、一つが Google Pixel で、みたいな風にね、思ってください。で、こういう状況って、一つはこうだし、またある一つはこうだ、みたいな言い方をすることもありますよね。つまり、一つ目はこういう風に選んで、これは、えー、さっきと同じように、ね、複数の選択肢からまず一つ目選ぶんだから、これはさっきと同じで、1です。一つはこうだが、ね、1。で、えー、考えたいのは、 他のある一つはこうだみたいな感じでこちら他の一つを選ぶパターンこういう場合はどういうかというと穴ザーなんですねさっきとの違いは分かる選択肢が他にもあるから必ずしも定まらないものなんですよ例えば1、えー、って言った時には、まあえー、iPhone の話をしていて、えー、他にもね GooglePixel とか Galaxy とかいろいろあるからもう一方は必ず GooglePixel ってなるわけじゃないよね Galaxy とかもあるわけだから だからこういう場合ある他の一つはって言いたかったらアナザーというのを使いますそしたらちょっと辛抱強く聞いてくれてありがとうございましたここから少しずつ解説をしていきますからねどういう特徴があるのかまず上の段はどっちの窓も複数のものを選ぶ時の代名詞を指してるよねそして下の段はどちらも一つだけを選ぶパターンこれを示していますでこう左に縦に並んでるのでこう見てみると これの共通点っていうのは、漏れなく選択してるパターンでしょう。うある人たちはこうで、それ以外の人たちはっていう風な言い方なので、これは漏れがない。単数の場合も、あるものはこうだし、もう一方はこうだ。それ以外に選択肢がない場合。そして右側の縦の二つは、漏れありのバージョンなんですよ。いくつかはこうだが、またいくつかはこうだ。それ以外のものも全然あるっていう前提。 ああるる一一つつははここうううだだがもうある一つはこうだみたいな感じでこれも漏れがある前提。ということでちょっとこれを詳しく見ていきます。はいちょっとあの4つの窓全部を見渡してほしいんだけど常にさ2つのグループを選んでるじゃないですか。でその他っていうやつに全部 other という言葉が入ってるの分かります ?the others, others, the other, another みたいな感じで other が入ってるでしょ で、other というのは、他という意味だと思ってください。そうすると理解しやすいので。で、例えば、上の段、複数のグループを見てみましょうか。そうすると、一旦、ザは無視してね。ザは無視して、other という言葉に s がついてるでしょ、どっちも。other s ということで。で、これは割と理解しやすいよね。複数の対象なんだから、other s ということで s がつく。これは割と理解しやすいよね。 した次下の段見てみようか下の2つ見てみるとこれは単数のやつでしょだからまず少なくとも「s」はつかないよね座とかねそういうのは一旦無視して「s」がつくかつかないかだけ今理解してください。ね、複数には s がいた単数ににはは s s ががいいた単かないだよね。した次左の2つで考えてみるとこれまた面白い特徴があるんですよ。左の2つっていうのは漏れなし対象が確定するバージョンだったよね。 で、これには、どちらも、ザがつくんですよ。なんか面白くないですか複数でも単数でも、ザがつきます。まあ、これも理解しようと思ったらできるよね。要はこれ、漏れなしで対象が確定するんだから、対象が確定するものには、ザがつく。ザっていうのは、対象が確定するものについたりするでしょ例えば左上だったら、皆さんのクラスメート考えてみて、 ある人たちはこうだしそれ以外の人たちはって言ったらさもうそれ以外の人たち漏れなく選択されるでしょみんな全部バーってね漏れない対象が確定されるからザがつくわけ単数の場合も2つの服で悩んでる一方はこうだしって言ったらもう一方はって言ったらもう一方確定されるでしょ2つしかないんだから選択肢がだからこういう場合は単数でも複数でもザがつくんです次右のやつ で漏れあり。漏れがあるってことは、対象が自動的には確定しない。よね。だから、少なくとも、座はつきません。例えば、あなたのクラスメイトの何人かはバスケットボールが好きで、じゃあ、バレーボールが好きな人たちはそれ以外全部かって言ったら、そんなことないよね。漏れがあって、他にも数人はバレーボールが好きだみたいな感じになるわけでしょ自動的には、他の誰それっていうふうに、自動的に決まらないから、こういう場合は、 少ななくとも座がつかないんですよ。で、単数の方ではさっきのスマートフォンを選んでる状況を考えてみてもらったらいいんだけど一つは写真の機能がすごくてって言った時にもう一つ確定しないでしょギャラクシーとかグーグルピクセルとかいろいろあるんだからどれのこと言ってるか分かんないでしょもうちょっと細かく見ていくと複数の方は「other's」でいいんだけど「座」がつかないシンプルに複数の「other's」でいいんだけど単数の方は「another」なんだね。 で実は「アナザー」っていうのはこれはロイヤル英文法にしっかり書いてあるんだけどもともと「アンアザー」だったものがくっついてるんですよそう考えると理解しやすいと思います普通にさ例えばリンゴが複数あったらア p ポーズっていうでしょでもリンゴが一つだけあったら「アンア p ポ e ということで「アン」がつくでしょそれと同じ一つだけの他のものという意味だから「アンアザー」で「アナザー」になるわけですということでこの表を覚えておくと非常に便利なのでしっかり覚えておきましょう はい。それでは最後、応用として理解度チェックをしていきましょう。はい。こういう状況を考えてみましょうか。テーブルの上にリンゴがね、二つ置いてあると。で、一つは赤くて、一つは緑でしょで、こんな風に言ってます。There are two apples on the table. で、ほにゃらら is red and ほにゃらら is green. これじゃあどうやって言うと思いますかしっかり動画止めて考えてみてね。はい。これ答えはこうだよね。 One is red and the other is green. そもそも今2つしか話題に上ってません。で、ある1つは赤くて、もう一方は緑である。ということなので、ね、単数のやつかつ確定できるやつですよね。次、こういうのはどうでしょう ?There are apples on the table. ほにゃらら are red and ほにゃらら are green. これも動画止めて考えて。 はい、こちらはこうだよね。Some are red and the others are green. これ複数バージョンだよね。複数バージョンかつ確定できるやつでしょいくつかは赤で、それ以外全部は緑なんだから。確定できるやつだよね。はい、こういうのはどうでしょうか赤と緑のりんご以外に、いろんなりんごがね、実は机の上に置いてあるっていう状況。There are apples on the table. ほにゃらら are red and ほにゃらら are green。これは some と others だよね。いくつかは赤くて、また他のいくつかは緑です。だよね。それ以外全部じゃないでしょなので確定されないバージョン。なので others です。これはどう ?there are apples on the table. ほにゃらら is red and ほにゃらら is green. はい。one と another だよね。一つは赤くて、もう一つは緑である。これも、もう一方は って言ったところで確定されないでしょ。え、どれのことってね、4つ残りあるけどどれのことになるから、これは単数かつ確定されないバージョンのアナザーが正解。ちょっと応用なんだけど、これはどうでしょうか。一つが赤くて、それ以外は緑って感じ。There are apples on the table. ほんにゃらら is red and ほんにゃらら is green. どうかな。これは今まで出てきてない組み合わせなんだけど、まあ今までの応用で解けると思います。 はい、one と the others だよね。一つ最初に取り上げるのは一つだけなのでこれは one なんだけど one is red でその他全部で複数なのでこれは the others になるわけです。こういうふうに組み合わせ技もね、えー、いろいろあります。はい、ということで本日の授業は以上ですいかがでしたでしょうか あの表すすすごいいかかりやすくないですか高校生の時にどうしてもこれがなかなかね理解できなかった時に何とかで自分で試行錯誤して作ってみた表でしたただこう覚えるってなったらねまた難しいのでよく考えてみたらすごく理にかなった感じに書いてあるんだけどなんせたくさんあってねこんがらがりがちなのでまた忘れたなと思ったら僕の動画をね何回も見返して覚えていただけたら嬉しいです 僕は独学で習得した英語力で国際教養学部に入り英語で論文を書いてたくさん留学をして夢を叶えてきました巷まにあふれる Tips 紹介ではない本質的な英文法の解説を通して同じような夢に向かって頑張るあなたのためにあなたの家庭教師になったつもりで英語学習をサポートしておりますので英語の勉強を頑張るぞという人はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますまた解説してほしいことや分からなかったことはぜひコメント欄で教えてください All right, that's it for today and I'll see you in the next lecture. Bye.